精霊魔導士の力が足りない。私がいます。余計の。ルーシー様、報道中にもの鍵を出してください。私の鍵と合わせて12の鍵で扉を封じます。精霊で。ルーシー様、わかった。 鍵が金色の光に。王道12門の精霊たちを、悪しき者を封じる力を貸して開け。12門の扉ゾディアック。すごい、全部の精霊が。お願い。 喜ぶのはまだ早い。何頭のドラゴンが出てきた。7頭です。やってくれたな、ルーシー、雪乃。だが7頭もいれば十分。夏はどうしたの？正直1万は制御しきれん。 何の話？あの方は私に未来を告げた。奴が姫を騙した未来人。あんた、まさか最初からそれが目的で。よく聞け、愚民ども。今より人の時代は終わりを告げる。これより始まるのはドラゴンの時代。手始めにこの町にいる魔導士ども、皆殺しにしてこい。 さっき制御とか言ってたが、まさかドラゴンを支配する秘術ソウリュウ魔法。あいつの目的は何なの？わかりません。こんなことに何のメリットが。ここはお前に任せるぞ、ジルコリス。ハッハッハッ、うまそうな人間どもだ。あいつは ドラゴンの墓であった。我が名アトラスフレイ。貴様、地獄の炎を見せてやる。夏ドラグニュー、街を見る。 もう何をしようが手遅れ、終わりだ。お前の目的は何なんだ？7年後、世界はドラゴンによって支配されているといったのを覚えているか。だがそれはエクリプスからやってきたドラゴンではない。支配者の名はアクノロギア。たった1頭のドラゴンによって世界は支配されている。 戦える魔導士もギルドも存在しない。恐怖に怯える日々。俺はドラゴンを操る秘術を編み出したのはアクノロギアには効かなかった。もはやアクノロギアを倒せるのはドラゴンだけだ。そのためにドラゴンを呼んだのか。それだけではない。アクノロギアを倒せば 俺がドラゴンの王だ。お前、支配する側に回るんだ。ゾクゾクする。お前は本当に運が悪い。聞こえるか！滅竜魔法ならドラゴンを倒せる。今日、この日のために俺たちの魔法があるんだ。今 戦うためにドラゴンスレイヤーがいるんだ。行くぞ、ドラゴン狩りだ。
エクリプスを通じて二人の未来人がやってきた。一人は私、もう一人はローグ。話はとにかく複雑で、この時は世界の危機に直面してたから、何が起きているのか考えてる余裕がなかった。未来の私は現れたドラゴンによって世界が滅ぼされたって言ってた。戦いで仲間を失い、無我夢中でエクリプスを起動させ、この時代へやってくる。これが一つ目の未来。世界は一万のドラゴンに滅ぼされてしまった。そして二つ目の未来。これは未来から来たローグがいた世界。ここでもエクリプスは開かれる。でもその世界の私がすぐに閉じたことで、ドラゴンの出現は免れたみたい。でもその7年後、アクノロギアが現れ世界を支配することになる。そこでローグは1万のドラゴンを操ればアクノロギアに勝てるんじゃないかと思ってこの時代へやってきた。ローグの計画通りにはならなかったけど、7匹のドラゴンが出てきて、この世界は大混乱に陥った。行くぞ、ドラゴン狩りだ。無駄なことを。人間はドラゴンには勝てない。みんなを守れるなら人間じゃなくていい。マザークエア、卵。ドラゴンが増えた。ナッツの声を聞きましたね。ドラゴンを倒せるのはドラゴンスレイヤーだけです。ドラゴンスレイヤーはそれぞれドラゴンを、他のメンバーは小型の撃破をお願いします。ローグ、他のドラゴンへ回れ。ドラゴンスレイヤーのイネーギルドを助けるんだ。ナツさんの声が俺に勇気をくれた。戦う勇気じゃない、仲間を守る勇気をだ。スティングか。ハーム様、感情のないセーバートゥースは終わったんだ。俺たちは前へ進む。親玉は奥にいる。小型を蹴散らして進むぞ。行くぞ。さて、燃えてきた。
紳士の全部タッコを君に捧げよう。勝利という名のパルハムを。ひねってやるか。雷流砲剣撃。力のパルハム。ひらめき無限大。暴れ足んねえぞ。よいしょっと。スレイヤーの本領が試されるんだ。しゃあ、一匹目のドラゴン燃えてきた。いつもの調子でやればいいか。なんだ貴様は。俺は夏、今からお前を食う。我を食う。ふざけよって。俺に任せろ。うまい炎だな。我が炎を食う人間。いいぞ。レイジングボルト。ゼロ距離吸引。力のパルファム。マックスメーン。うわ。いかなる力を持ってしてドラゴンには勝てない。紳士の覚悟を仕上がれ。タッコーヤリーの行くぞ。ヤリーの絶景。力のパルハム。ひらめき無限大。レイジングボルト。ヤリーのオーカー。ゼロ距離吸引。力のパルファム、マックスメーン。イケメンこそが正義。知ってるのか。我が友にして炎竜の王。そっか、イグニールは俺の父ちゃんだ。イグニール、そういうことか。イグニールの子よ、お前の目的は何だ。ドラゴンを呼び出してめちゃくちゃにした奴がいる。俺はそいつを倒す。なるほど。そやつは我らを魔法で操っているようだ。倒せばこの魔法も解けるかもしれん。力を貸そう。いいのか。
我が友のことあらば拒む理由がない。ありがとう。
服をお持ちしました。ひどい目にあったわ。痛いわよ。人間の意地見せてあげましょう。
また餌が増えたようだな。天竜のオープン！地球の扉！レオ！レグルスインパクト！なかなかやるでしょ？効いてる。私たちの魔法がドラゴンに効いてるわ。私はドラゴンスレイヤージルコニス。あなたの好きにはさせません。せっかくこの時代へやってきたというのに、これでは面白くない。ドラゴンが逃げるわ。すぐ追いかけましょう。あれ、私のメモ帳、なんでこんなところに。これ未来の私のメモ帳。ドラゴンスレイヤーでなければドラゴンは倒せない。我々は小型を狩るとしよう。エルザは休んでな。その怪我じゃ問題ない。手を貸そうか。ジェラール、結構だ。他に回ってくれ。そうか。弱りすら吐けないのか私は。そんなのは強さなんかじゃないと分かっているのに。ゼラール、エルザ、手を貸すよ。すまない。すまんな。行くぞ。切られたいものからかかってこい。カット、天輪の鎧、アクレスロード。七つの星に裁かれるグランシャリオ。まだまだだ。相手になって。カット、ミニティソード。七つの星に裁かれグランシャリオ。決戦！たあいもない。やっ！やられる覚悟はできてんだろうな。
決戦。たあいもない。よし、やられる覚悟はできてんだろうな。ドラゴンの小型だ。俺が援護する。エルサが仕留めろ。ああ任せろ。エルサ任せたぞ。
数が多い。無理はすぐ下がっている。だがお前でも倒しきれんぞ。問題ない。カグラ、助けてくれるのか。勘違いするな。お前を許したわけではない。エルザにかつての恩を返しに来ただけだ。ああ、それで構わない。確実に一匹ずつ仕留めていこう。ああ、それが最善だな。奇神、七つの星に裁かれるグランシャリオ。鉄竜の暴行、無風の回転、他の方剣月戦、鉄竜の暴行。でかいのが出てきた。差し詰め親玉といったところか。小型を一掃できたようだ。カグラ、感謝する。礼など無用だ。ミリアナ。待て、ミリアナ。いいんだ、エルザ。よくない。私はジェラールを許した。そんなことをしても何も残らん。何も得られんぞ。そうね、間違ってるわ。ウルティア、そもそもジェラールを恨むこと自体見当外れだわ。ジェラールを陰で操っていた女よ。よせ、ウルティア。私はそういう女やっぱりダメね。いくら正義の味方ごっこをやっても私はきっと根が腐ってる。何かあったのか。別に。それよりこんなとこでボサッとしてる場合じゃないわよ。小型のドラゴンがまだうようよいる。手分けして倒しましょう。それとね、猫ちゃん、
シモンを殺したのは私、楽園の塔を作らせたのも私。恨みがあるのなら生き残りなさい。後でたっぷり相手してあげる。あいつも本当は被害者だ。幼い頃から正しいことを教わってこなかった。どうかしてるよ、この世界は。それでもこの世界で生きていくんだ、私たちは。なぜ俺の名を。何の話だ。俺は王になどなりたくない。誰の命令で動いている。そんなバカな話。真実、全て真実。俺はもう一つの可能性の未来。お前の影であり、お前の心の闇でもある。黙れ黙れ黙れ。嘘だ、そんなのは嘘だ。動いちゃダメよ、ルーシー。ルーシー、くそ。さっきのやつは誰なの。ローグって言ってた。7年間。もう一人の未来人ってわけね。目的は。わからねえ。敵なの、ルーシーは。敵だ。相当な魔導士に成長してるみたいね、ローグは。でも未来というなら弱点はある。この時代のローグを殺せば未来のローグは存在しなくなる。でもタイムパラドックスを突き詰めていくと、未来のローグが存在している以上、過去においてローグは絶対殺せないという説もある。それは時が正常に流れている場合、今は時が乱れてる。未来ルーシーや時の乱れを知る私たちは、全て正常を破る虚数となり得る。じゃあ可能性は高いわ。現在のローグを殺せば未来のローグは消滅する。未来のローグが消滅すれば、そこにいるルーシーも、もしかして。ダメだ、未来のローグは俺が倒す。怒りに身を任せてはダメよ。違う、未来のローグ、どこかで道を間違えたんだ。あれは今のローグじゃねえ。今のローグには何の罪もねえだろ。殺すとか、俺たちまで道を間違えるつもりかよ。そうね、約束するわ。現在のローグには手を出さない。夏、もうどうしようもないわ。ローグが今回の件の全てのトリガーになっている。つまりローグが未来から来なければ、エクリプスは開かない。ドラゴンは襲ってこなかった。元に戻すにはローグを殺すしかない。何ボケっとしてんだ、スティング。手貸してやる、行くぞ。お前一頭倒したのか。いや、連れてきちまった。何笑い事か。なんだかんだ言ってもコンビってことだ。総竜の力見せてやろうぜ。ああ、
そうさ、こいつがいる限り大丈夫。俺が悪に染まるなら必ず光が俺を殺すだろう。思いとどまった。殺さなかった。だけどそこじゃない。私は何の罪もない人間を殺そうとした。極めて短絡的に人の命を消そうとした。私はやっぱり変わってない。何が魔女の罪。私の罪は見過ぐことはできない。よし、俺たちも行くぞ、ジュリアン。はい、グレイ様のためなら。グレイ、俺たちも協力させてもらうぞ。リオ、それにシュリア。ギルドは違うの。ジュビアの危機となれば話は別だ。世界の危機だろ。そういうわけで、ラミアスケールも一緒に戦うよ。守ります。私に任せて。とやれやれ、お出ましか。アイスメイクフロア天神のロタス標準発祥の翼。よし、これでおしまいだ。と肩慣らしにはちょうどいい。アイスメイク、アイスブリンガー天神のドボン標準拡張の翼。よし、これでおしまいだ。俺に任せろ。肩慣らしにはちょうどいい。アイスメイク、アイスブリンガー天神のドボン
超人白鳥の翼。よし、これでおしまいだ。ありがとう。よし、小型がいた。片付けるぞ。はい、グレン様。へばったか。そういうお前も余裕なさそうだな。ダイナ島演武から連戦で魔力が尽きかけてる。これ以上戦いが長引いたら諦めるのはまだ早いわ。ウルティア、どうしてウルティアが。話は後よ。こいつらを始末してからにしましょう。何をしても私の罪は許されることはない。フラッシュフォワード。みんな気をつけて。アイスメイク、アイスゲイザー。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。ジュビア、お前に一つ言っておきていることがある。ジュビーン。何の話ですか。いや、大したことじゃねえんだけど。ジュビアには大したことかもしれません。これってもしかして愛の告白なんじゃ。どうしよう。ジュビア。
あれ？私の人生は呪われていた。だけどグレイ、あなたが私に人として生きるチャンスをくれた。その魔法は使ってはならん。時を戻す代わりに術者の時を全て奪う。それがお前の望む世界か。今なら望むわ。私には生きる資格がない。私の命ごときで世界を元に戻せるなら、私はこの命を捧げる。時のアーク、ラストエイジス。お願い、世界を元に。せめてエクリプスが開く前に、私の命の分だけ時を。時が戻っ、一分。私の命の代価が一分だけ。そんな、私は誰一人として救えなかった。どうにか追い払えたようだな。でもこれ以上来たらまずいよ。準備を。なんだ今の。俺が殺される。ジュビアも見ました。なんだよ突然。自分の死ぬ幻覚とか不気味すぎんぞ。あの辺りから小型が現れて。本当に来やがった。どうなってる。誰かが教えてくれたのか。誰が。鉄竜の猛攻。鉄竜の猛攻。こっちか。なんだ、一瞬奴の動きが見えた。その一分は人類の反撃の起点となった。今のは一瞬未来が見えたような。シャルルの力か。私じゃないわ。オイラでもないよ。それは分かってる。姫、ここは魔導士たちに任せて引きましょう。いいえ、ここにいさせてください。私には見守る義務があるのです。みんな、これ見て。ルーシー様、何ですかこれは。未来の私のメモ帳なの。ここを見て。万が一この時代においてエクリプスが破壊された場合、未来においてエクリプスは存在しない。連鎖的に私の存在は消える。これはどういうことだ。つまり今この時代でエクリプスが破壊されたとするでしょ。すると未来はエクリプスが破壊された未来に塗り替えられる。未来にエクリプスが存在しなければ、ローグはこの時代へ来る手段がない。そうか、ローグが未来から来なければこの世界は本来の歴史に戻るはず。しかし、すでに起きてしまったことを止められるのでしょうか。
うまくいけばドラゴンもローグもこの時代から消える。やってみる価値はあるわ。しかし大きな問題が一つ。この巨大な建造物をどうやって破壊するか。ありったけの魔力をぶつけるしかないわね。はい。力耐性の強いマギナニウム合金を使って簡単に破壊など。よし、未来のローグをぶっ飛ばしに行くか。お前に従おう。我が力を使うがよい。よろしくな、おっちゃん。素晴らしい。これがドラゴンの力。なんたる破壊の力。この力があれば必ずアクノロギアを殺せる。そして俺がこの世界を支配する。避けよ大地、燃えよ大空、消えゆけ命の灯火。我は竜の王、竜王祭にて誕生せし新たなる王。影はここに光となる。絶対的な光となりて世を照らそう。そんな汚え光はいらねえな。夏か。俺たちの光は心の中にあるんだ。お前の照らす光じゃ何も見えねえんだよ。なぜ夏がドラゴンに乗って裏切ったのか。アトラスフレイム、我が心に従ったまでイグニールの子は我が友の子。行くぞ、おっちゃん。おっちゃん。グレンカリュウ君。エリュウ。残業。カリュウの鉄拳。ナイツ、これを食え。炎を振った、だと。エリュウの応答。ごはカリュウの結果。エリュウの斬撃。ごはナイツ、これを食え。
前は自分の時代に帰れ。戻るつもりはない。それじゃ今のローグはどうなるんだ。いずれ俺と俺は一つに、影と影が重なるように。ローグの未来も奪う気か。未来などない。悪のロギアがいる限り。だから俺が未来を作りに来たのだ。ルーシー、ウェンディ、エクリプスはアルカディオスさんたちに任せるしかない。私たちはローグさんを。ドラゴンにはドラゴンか。来い、マザーグレア。我が炎の体にプレスなど効かぬぞ。私の混合の体は炎には焼けまい。我が極炎を侮るでないぞ。Hey, dude!
くぞ。クロシアどうした？死んだ。生きてるさ。今この瞬間は怯えてるだろう。お前のせい。死ぬ。クロシア。どうせ死ぬ。一年後か。守らねえのか。守れなかった。今生きてんだぞ。俺は猫一匹と戯れていた頃の俺じゃない。お前、絶望を知らぬ者には分かるまい。やっと手に入れた希望にすがる者の狂気など。なっ、分からせてやれ。仲間を捨てたのは勝利を捨てたのと同義だということ。グレイ、エルザ、待たせたな、ナツ。落とし前つけねえとな。次から次へと鬱陶しい。モード、白鋭竜、マザークレア、一気に蹴散らすぞ。これを使う。Yeah!
使う。私にダメージを与える。今だ、ローグを狙うぞ。おのれ、ガリューのゴール、地球の扉、レオメグルフインパクト、エイリューの応答、未来から来なければこの世界は本当の歴史に戻るってことか。もしかするとこの時代のローグさんを倒さなくていいかもしれません。させるか、エクリプスは破壊させんぞ。まずは未来から来たローグを倒すんだ。この俺が押されているだと。
扉、アクエリアス。希望は過去を絶望に変えることなのか。全ての人々が平等に幸せになどなれんのだ。たとえそうだとしても誰にだって未来を選ぶ資格はある。うっ、明日なんてわからなくていい。今日を全力で生きるために。マギナニウム合金の扉を。この後どうなるのですか。計算では未来において扉が使えなくなります。つまりローグはこの時代に来れない。歴史が元に戻る。ドラゴンの体が光でした。元の時代へ帰るのか。これは人間ごときが、人間ごときが。ごめんなさい。時をつなぐ扉を建造したのは私です。あなた方の自然の時の流れを乱してしまった。あなたは400年前に生きるもの、我々は現在に生きるもの。本来争うべき理由が全くないもの同士、それを歪めてしまったのは私なのです。なんだ貴様は。翡翠イーフィオーレ。翡翠。そう、
なたの体の色と同じ翡翠です。同じだと？同じです。翡翠の竜よ。翡翠の竜、悪くない響きだな。お前のことは忘れんぞ、夏ドラグニル。ありがとな、おっちゃん。消えた。ドラゴンが消えてく。やったね、ガジル。ああ、だな。ドラゴンスレイヤー、誰一人としてドラゴンを倒せませんでしたか？情けねえよな。ドラゴンスレイヤーが聞いて呆れる。それだけ強えんだよ、ドラゴンってのは。おそらくアクノロギアはさらに、いや、今はやめよう。勝利って感じじゃねえが、ひとまず戦いは終わったんだ。勝利さん、仲間を守れたんだ。俺の知ってるローグはお前にはならねえ。影が俺を取り込もうとする。何度も何度も俺につきまとう。俺の中の闇は消えない。そしてフロッシュを失ったあの日、俺は影と一つになっていた。フロッシュは死なない。1年後だ、必ず俺に伝えろ。1年後フロッシュを守れと。にフロッシュは殺される。なんか名残惜しいわね。バイバイ、クロッカス。ずいぶんと長く滞在していたような気がするな。いろいろあったね。そうね、だけどちょっとボロ酒場が恋しいわ。ウル、見つからないね。怪我してなきゃいいけど。怪我は時でも治せんようだからな。扉を壊して時を修復したと聞いたが、まずい、人が来た。ジェラールさんとメルディさんですかな。え？ある女性から手紙を預かっているのですが。手紙？まさか。ジェラール、メルディ、ごめんなさい。先の戦いで私はある魔法に失敗したの。そのせいで私の命はあとわずかとなってしまった。でもどうしても最後にお別れが言いたくて、私の旅はここまでよ。思い半ばで先行くことになってしまったけど、クリムソルシエールの精神を忘れないで。それは罪を忘れないこと、それは罪に押しつぶされないこと、それは罪が許される日を信じること、それは人を愛することをやめないこと。
本当の戦いはここからよ。ゼレフを倒さねば、また魔導士が悲しみに染まってゆく。私の分まで生きて、そして戦って。老人、この手紙はいつ？私はいつも自分の人生を呪っていた。抑えきれない不安と怒り、そして憎悪。だけど立ち止まって空を見上げた時、私は自分の小ささを知った。そこに広がるのは無限の世界。降り注ぐ最高が小さな私を照らす。まるで私の罪を浄化してくれるかのような優しい時雨の光。私は生まれてよかったと初めて思ったの。私はきっと幸せだった。最後の最後にやっと自分を許すことができたの。止めろ、馬車を止めろ。時を奪う魔法、あんただったのかよ。親子揃って俺を、なんで。さようなら、私の愛する人たち。皆さん、大魔導演部の優勝ギルドを盛大な拍手で迎えましょう。フェアリーテイル凱旋です。たった今アイサー、すごい人の数。マグノリア近隣からも集まっているようだな。皆さん、応援ありがとうございました。もうシャキッとしなさいよ、グレイ様。なんでもない。グレイ様、どうしたのか知りませんけど、そんな顔してたら皆さんに悪いですよ。そうだな、あいつの分まで笑ってなきゃな。ありがとう。それでは記念品の贈呈です。記念品とな、そんな気を使わんでも。フェアリーテイルの皆様、どうぞこちらへ。